なくて、ただ止めても今私たちは原発の電力を使わずにこうしてここでこうやって生きて暮らしていますっていう瞬間をみんなでシェアしたい。で5月6日にやりたいと思います。で13もやるのであればもちろん13のために働くし、6日松本さんのところにも行きたいんだけれども、でも松本さんのところでそのどういう形かちょっとわからないけれど、前回の2月19日に集まってきてくれたあのデモに刺激を受けて練馬でデモをやりましたっていう人たちがもう一回私たちと一緒に、よかった今止まってるっていうのを一緒に杉並でやりたいから5月6日にやりたいと思います。というご意見どうぞ。あ、すいません、先に言っちゃいました。ですね、5月6日の話で、実は今日私初めて今日聞いたわけなんですが、非常にアイデアとして面白いとは思うんですが、13日ってもうすでにホームページその他で告知していますですよね。どのぐらいの期間告知してるかちょっと分かりませんけど、まあ、私個人的にはもうすでに何人かに声かけたりですねしてます。でそういう一旦告知、日取りの決定ですから、それを告知したものをまあ覆すっていう、覆した上でそれを説得力を持ってまたアピールするっていうか、そういう組み立てが果たしてできるのかどうかという点が一番心配ですね。先ほどやっぱりインパクトのあるデモやろうということで、一旦計画したことですから、そこの点が一番気がかりな点です。はい、以上です。どうぞ。まあ、今の意見からすれば、正直まだその 5.13 ってやったねツイート数とかなんとかっていうのもさ、相当な数飛ばずで、でこの間来てるメンバーもそんなにいなくて、で、まあ、これの広がりは限定的でしょう、おそらくね。で、まあ、ただ個人にはね、もう入れてたのにっていうのは絶対あって、これ申し訳ないなと思うんだよねただやっぱさ、5月6日のインパクトってのはこう考えるとどんどんね膨らんできていて、で絶対脱原発だって、もともとさ脱原発杉並の中で第2回はなんか原発止まった時に止まった万歳デモをやろうみたいな話は、前からあったじゃない。だからそれに合わせられないってことはねえだろうなと。で原発止まった万歳デモっての趣旨に合うねアピール方法を考えて持ってきてくださいっつうのは、俺すげえありだと思うわけですよ。再稼働反対とかなんだとかっていうので、うわーってデモってのはもう世の中に溢れていて、でそういう中でやった原発のない中で生きられるぜデモっつうのは、趣旨としてちょっと周りにありえないぐらいのインパクトがあるなっていうね。なるほど。5月もう20日にも何日にもあるんでしょ。20日と27日ツイートノーニュークスとか、そういうところら辺がすごいいっぱいやるんだよね、再稼働反対デモは。それはそれで僕ら呼びかけた方がいいよ、絶対にね。そこには協力して、で何もね、僕らが13日やることが脱原発杉並はちゃんと考えてますよっていうことのアピールにそればっかりがなるとは思わなくて、我々は我々らしい活動をやって、であとはその20日とか何日かのデモをみんなねツイートでも何でも言えば。その後ろどうぞ。もう福島です。両方やっちゃえばいいんじゃないかなとかって思いながら、個人的には13日はちょっとどうしても行けなさそうなので、6日だったらまたないみたいにカンパ必死でたくさん集めます。個人的事情、はい、はい、どうぞ一番後ろ。6日やりたいっていう思いはよく分かる。6日は絶対面白いから。ただ今まで13である程度組み立ててたものをその前倒しっていうかってことがどのぐらい現実的にできるかっていうことと、プラス6日っていう場合、これ僕一つあると思うんですけど、やっぱり今の話を僕が聞いてる限り、松本君のところとは
あの別枠でやってどっかで合流するとかっていう仕掛けにするとか、なんかそっちそういうふうに考えないと、松本君たちの枠にあの自分たちが乗っかろうとしてるんだとしたら、これはちょっと僕はあのうまくいかない可能性が高いと、あの今の話を聞いてる限り、多分相当、要するに5月6日にやりたいって言ってる人の、素直におめでとうって言ってる人と、松本君たちはあんまり素直じゃないんですよ。ちょっと意地悪な意味で言ってるわけで、素直におめでとうって言ってる人とはおそらくあのやると全体あのずれます、と思います。ちょっと待って、ああじゃあすいません流れでどうぞ、はい、どうぞ。そう、確かにあの素直じゃないんですよ。でところがそのでも本当にね、素直に本当に喜んでる人は多分いないんですよ。多分あのそれは素人の界隈にもいや本当に良かったと思ってる人ってまずいなくて、あのまあ再稼働の危機が当然ある中で一応なった、あの止まったっていうことがあって、でやっぱねこのでもある意味素直に喜ばなきゃいけない部分もあると思ってて、あの本当にその去年の、まあ、3月4月以降のその半原発運動とかすごい盛り上がってるじゃないですか。でそういうのがなければ絶対今頃ゼロになってなかったと思うんですよね。でそういうのがあって今頃もどんどん原発はるかに動いてるだろうし、でそういうのを一応止めてきたっていうところの成果はものすごいあると思うんですよ。でだから今ね、世論調査やっても原発の反対の人が8割ぐらいいたりとか、その実際再稼働するするってあんだけね、あんだけ権力持ってる人がするって言ってるのにまだ動いてないとかね、っていうのはもう相当俺も7割ぐらい勝ってて3割ぐらいしぶとく頑張ってるだけだと思うんですよ、敵の方が。っていう状況を考えると、やっぱこれは素直に一回ちょっと成果がここまであったっていう喜びは絶対言った方がいいかなとは思うんで、あのそういう意味でもなんかこう祝賀パレードというね、あの感じでは打ち出そうかなと思って、でだからそういう意味で、だから本当さっきね、その祝賀できない人は来ないでくださいぐらいのね、もう勢いでやったりとか言ったんだけども、そういう意味で言うんだったら普通にそのこれは素直なことだと思うから、普通にそのあの脱原発杉並ともできるかなとは思いますけどね、そういう趣旨であれば。それだったらそのうちらが来るところだけオープンカーを出すなりね、そういうのやればいいだけで、普通にいや止まってよかったって言ってもまあその可能かなって気もします。それだったら一緒にできると思う。はい、どうぞ。あ、自主権赤坂です。あの2つ松本さんたちどこで大体公園寺あたりでパレードって言ってやる予定、まだそうです。それでそれはそれでやってもらってね、それで公会堂発、高円寺っていうのもやると6日の日にね、それで最後高円寺で両方がねこううまく合うと、そうするとすごい人数高円寺がねなってくるわけだね。だから多少その中身的には多分少し違うんだと思うんだよね。それをもうその日に6日の日に両方やっちゃうという方がやっぱりインパクトあるし、やっぱり6日の方がいいと思うんですよ、世の中にアピールするっていう意味でもね。ですでに13日に告知しちゃってるっていう問題あるんだけども、それ変えるってことは簡単じゃないですか。もう6日にしかないんですよ、止まるのはね。だから そういう意味もあるからやるんだっていうことで、日にち変更しますよということでもできるんだと思うんだよね。だから両方やるというのはどうでしょう。ここに来てこういう形でこんなにかき回されると思わなかったんだけど、面白いね。はい、どうぞ。あのこういう瞑想ぶりが本当に脱原発杉並らしいと思って、あの一旦決まったことをひっくり返しましたっていう告知は結構聞くと思いますが、いかがでしょうか。なんでって思うと思うんですよね。なんか6日が終盤をしてましたね。13日は大丈夫ですか。はい、どうぞ。あ、杉並和田に住んでる坂内と申します。私は13日がいいです。6日も行きたいんですけど、13日もあって20日もあってっていうとすごい、あの政権にすごいインパクトがあるんじゃないかなって感じします。はい、どうぞ。朝ヶ谷の中村です。
まあ私としては6日でも13日でもいいんだけれど、私はどっちかっていうとアナログ世代のおばさんたちを後ろに背負ってますので、皆さんがほら13日やらなくても20日があるじゃないか、27日があるじゃないかって言うんだけど、そういう人ってそういうとこ行けないのよ。だから、まあ、その言葉はあんまりここでは使わないでほしいなっていうのは、ここに来れない人もいるの、でもデモニア来てるの、みんな杖ついてても、あの2時間3時間歩いてきたおばさんがたくさんいるので、うん、だからそういう人も いるから、だから6日でも構わないよ、13日でも構わないんだけれど、20日もあるし27度もあるんだから6日にしようよとか、そういう言い方は私は嫌です。はい、注意受けました。まとまんねえなおい。だから嫌なんだよ。13、どうぞ。また書きますんでしょ。いや、はい、本当にあの本当にあの多分物理的なリソースの問題だと思うんですよ。もう一回できるできるでやるんだったら、あのチロランと例えば最終合流地点を一致させるとか、そういうすり合わせとかができるんであればやれないんです。あとはそのリソースが可能かどうかっていう話だけだと。それが、どうもそこまで無理しても無理するだけの力がないってことならば、優先通り13日っていうのが一番現実的なんじゃないかと思います。現状だから何にも決まってないまま5月13日っていうのも、まあ日取りだけね、なんか前回決めたような感じはするんですよね。で今日に至って何も決まってない、コースもさっき決めた状況で、まあまさかね日取りまでひっくり返されるとは思わなかったんだけど、だからリソースっていう意味で言うと5月13日も5月6日も一緒っちゃ一緒なんです。今んとこ、うん、何をどう急ぐのっていうことを今日決めなきゃいけないだけだからっていう、客観的、一応客観的にはそんな感じ、リソースとしては。いつもりさん僕はあの民意の番人だから意見は言わない。でもやたらめたらやった方がいいと。あとまあ、マーケティングで言うとやっぱり人を集めるっていうのは本当に難しいことだと思うんです。だからで人が来なくても意義があるっていう意見とか、続けるっていうことに意義があるっていうのは、それはもう諸先輩方のね、あのなんていうか活動を見てればね分かるんだけど、でも3.11.5のこの市民運動っていうのはもう相当変わったわけじゃないですか、そのあり方とかやり方っていうのは。だから若い連中が引っ張ればいいと、この中で一番若い人の意見とかを僕はなるべく尊重したいなっていうふうにいつも思ってます。花さんの娘ですね。どっちがいいなんですね。まだ考え中です。意見を持て。はい、ご意見どうぞ。荻窪の山本晴美です。私はあの私的にはゴールデンウィークが明けて次の週がデモになると、まあゴールデンウィークのまあ、家族の方々とかも、まあ、遊びに行ったりするじゃないですか。それで多分疲れちゃうと思うので、私は13日の方がいいと思いますのと、あとさっき最初に出たあのデモのことなんですけど、その松本さんが言った意見にはあの賛成っていう感じなんですけど、あのもしあのそのバルビです、バルビっていうかあのあわざとあの ホームっていうかあの会社つ口じゃなくて地元が大きいなので、あの北口 そのロータリーがある場所が、左側にいる海根とかあるんですけど、まあ、多分右側の青梅街道停留所のバス停が多分あると思うんですけど、
その辺の広場みたいなのがあるので、もし杉並公会堂で分かる人はそのまま待ち合わせというかすれば行っていただいて、でもし杉並公会堂が分かんないっていう人はそこのその辺の広場みたいので待ち合わせして、まあ、杉並公会堂に行った方がいいかなと思っているんです。わかりました。あれですよね、さっきの杉並公会堂から出発するけども、はい、駅のあたりでわーって行っちゃうよみたいな告知の仕方もあるよっていうことに賛成でっていう話ですね。はい、了解です。で、13日がいいということですね。はい。どうしようか。どうぞ。言うために変わって申し訳ないんですけどすごい動揺性が強い人がいるなってよく分かっちゃってごめんなさい。でもまた変わっちゃったりしてすいません。さっき中村さんがおっしゃった、あ、それもそうだなと思っちゃってね。でもやっぱし言います。13地のインパクトっていう意味でのことです。もう皆さん言ってくださった通りで、やっぱりお祝いっていう、それで確かに連休の後だから疲れてるとかそういう条件があるんだけど、じゃあ連休の後で疲れて1週間にしたら何を持って何を売りにして人を集めるかっていうことですよね。その点で考えるとやっぱり泉さん言われましたけど、やっぱり人を集めるっていうのは本当大変。私も4月22日に皆さんに来てほしいと思いますけど、それも大変ですけど、でそういう意味でまた意見が変わったので6日かなみたいな。ごめんなさい。お願いしますね。さあどうすかな。9時か。決めたいな。どうぞ。インパクトっていうことですけど、ね、今の時点でそのネットの告知とかにゼロになるよっていうことはあんま出してないですよね。今の時点でネットでね、5月13日にやるわけじゃないですか、今までの予定では。で今までのアピールの仕方でゼロになるからっていうことはまだ言ってないですよね。ゼロそんなに13日の原発が全部止まる、まあ、特にね。で何が言いたいかっていうと、そう、何かを訴えるっていうのはずっともうそれがあってきたわけでもないから、だからちょうど5月5日になって1日後にっていうのはいいタイミングだっていうのは、まあ今出た話なんで、そう考えると13日前から言ってるわけだし、松本さんのとこと2箇所に分かれると人数もこっちは減るわけだし、13日にすれば松本さんたちも来てくれるかもしれないから、あとゴールデンウィークはやっぱり来ないように思えるから、動員っていうか人数からするとやっぱ13日の方が集まるように思えるので、やっぱ13日の方がいいかなと思います。なるほど。どうぞそちら。はい、公園寺の富田です。最初僕は13日と6日と両方を別々にやっとけばいいかなと思ってたんですけども、いろいろと今のお話を聞いてやっぱりそのタイミングっていうのがすごくあるなと。で、原発が止まった翌日にやるぞっていうのは、まあ素人のランさんもそこをめがけてやるっていうふうにするぐらいすごくインパクトのある日だったわけで、だったらそっちの方がいいなというのと、あとやっぱり脱原発杉並の会議でこう全てがひっくり返るっていうのはすごく話題性があって面白いな、うん、これはもう意見があるんだったらこの場に来いぐらいな話ですよね。前回来てて13日がいいって言ってた人たちが、え、変わったのって言ったって、お前ら来てねえだろっていう話なんですよ、うん、だからもう変えちゃって、そういうインパクトっていうのをね、こうぶつけていくのがいいのと、あとはちょっと素人のランさんのそのパレードと少し時間帯をずらして杉並のデモが終わってパレードに流れ込むとか、杉並のデモの終着地点がパレードのスタート地点で、港南通りを北上していって北口で終わった後に、まあ、そのままパレードでまた下がっていくとか、でぐるっと回って南口でなんか演説会やってるとか、もう夜中まで全部やっちゃった方がいいんじゃないのかなっていう気がするんですけど、デモ中でパレードがすれ違った、はい、そう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 以上です。ちょっと待ってね。
こちらになる。で、こう言いますから。どうぞ。そうですね。13日で、ちょっと準備されてた方々には申し訳ないですけど。進んでない。進んでない。いや、でもやっぱりそのタイミングっていうのもあるし、あと、今まで枝野が言うことに関してもコロコロ変わってるわけじゃないですか。そのたんびに枝野大臣って言ってくれそのたんびにほらね、首相官邸前に緊急アクション呼びかけてみんな行ってもう2000人ぐらい集まったりとかそういう実績もあるのでやっぱりそうですね、そうやっぱり流動的だっていうことですね、そういう運動は。だから面白いですよ。だからそれで、あと5月5日やっぱり子どもの日で、やっぱり子どもが多く参加するデモってことですごい感動したわけですし、でそれそのね、原発のない未来を子どもたちにプレゼントしたいっていうコンセプトもできるし、あとですね、今まで怒りのドラムデモを3回やってきて、もうね、怒りすぎてねちょっときついんですね。喜怒哀楽で、ね、今度はちょっと喜びのドラムでもやりたいって思っているので、みんなそれを自分たちでこの、ね、1年通してやってきたことでずっとすごく辛いじゃないですか、こう怒りながら訴えてるのって。で1日ぐらいこう自分たちでね、これを勝ち取ったっていう、ね、そういう表現する場っていうのも必要かなって思いました。はい、どうぞ。長野区の河合です。僕は5月6日いいなと思いまして、で理由がたくさんあるんですけど、まず5月13日日曜日の夕方の6時からちょっと今回脱原発中野的なものを始めようと思ってまして、で、はい、ちょっと中野があんまり脱原発のその活動の土壌になるようなものがないんで、でそれの第1回目のまあ、こういう会議を13日の、6時から、やるので、ちょっとそれと被るとみんなそっちに持ってかれちゃうなというのがあるのと、あとまあ5月5日でもし前期止まればやはり話題性もあるし盛り上がるしとてもいいなと思います。はい、はい、5月6日派ねですね。はい、どうぞ。はい、私も6日派なんですけれども、松本さんがやり方が違うとおっしゃっている以上はそれはもう一緒にやらない方がいいと思います。だけどどこかで重なって一緒になるとか、あと体力勝負24時間でもデモるぞっていう感じで、この流れ解散の、高円寺北口からさらにパレードが出発する、ついていけるものはついてきなさいみたいな感じで、どんどんその日が杉並にとって大きなイベントとして盛り上がればいいんじゃないでしょうか。あとやはり3.11の追悼もそうですけど、本当に怒ってきました。経産省前にしても首相官邸前にしても、だから怒らない日があってもいいなっていうのはそれはすごく思いました。はい、どうだった。じゃあ山本さんで根村さんね。はい、山本さんにマイク回してもらっていいですか。まあ、要するにもう5月6日でやるんじゃーって言って、みんなもうやるっていう人がものすごい社会的になってやるんだったら、もう僕はどっちでもいい気がしてきました。1週間前倒すっていうこと自体がすごくまあ大変だし、で要するに単純に多分6日にやるってことだったら、多分その前に2回ぐらいやりたいわけじゃないですか、会議的なものは。そうするともう5月7日から会議の予定自体すっ飛んで、多分もう来週もうの会議を設定しなきゃいけないけど、まあ、そういうことも全部、ね、例えばそのチラシを巻いてなんだかんだっていうのも準備的には1週間ずれるってことはそれだけ大変だと思うんですけど、それでもやりたいっていうんだったら、確かに面白いは面白いんですよ。面白いは面白いんですけど、面白いでやりきれるんだったらまあ良いですと。でそれをやりきったら脱原発杉並はまあ、結構本物だなと思うんですけども、本当にうぞうぞだとは思うんで、それはそれで
面白いなとは思いました。なんで僕はもともとその13日強行日程じゃなくてできるのっていう話だったんで、こんだけやりたいっていう声があるんだったら6日でもいいんじゃないかなって気がしています。はい、すみません、根村さんって言ったんですけど、ごめんなさい、先にずっと手が上がってたのでどうぞ。その後根村さん。堀田市の小林です。また水させて申し訳ないし、それが古臭く継続ばっかりのことで言ってるようで申し訳ないんだけれども、やっぱり第1回の時のデモの原点とか、それからその成果っていうのはやっぱり大事にしなきゃいけないんじゃないかなと思ってます。やっぱり第1回のデモのところはうぞうむぞっていうことや、それから副題なしっていうことや、本当に右から左までの人たちがみんなこう一つのところで集まってやっているっていうところ、それがすごく意味があったと思うし、それから1回目が終わった後のところのこの集まりでも、私もいいなと思ったのは、疎外感のないね、みんなが疎外感のない形でデモができたのがすごく良かったっていう声があって、それはすごく良かったなと思ったんですよ。で、松本さんたちがやっていることについての、独特のやり方について、やっぱり今ここに集まっている人たちはね、結構そのノリが好きでね、それで賛成してる人も多いと思うし、私も嫌いじゃないですけども、でも、そういうところとはまたもっと広いところの範囲の人たちに呼びかけて、うぞうむぞうになって、それから副題は自由で、それからデモの仕方もいろんな体があったり、いろんなパターンがあったりっていうのを保証できたところに、前回素晴らしさもあったし、そこはどうか維持したいなと思うんですよね。だから松本さんたちは松本さんたちのやり方でやるのは全然もちろん問題ないし、それはそれでいいと思うんですよね。でそれはでも出す原発杉並がそこに乗さっきも出たけど乗っちゃっていいのかなと、出す原発杉並のワンパートとしてそういうのが 入ってる程度だったらともかくだけれども、それが中心とか、またはその乗りに乗れない人がなんか疎外感を味わうような形になっちゃいけないんだというふうには思うんです。その関係から見た時に6日とか13日どっちがいいのかなっていうのを感じます。例えば6日にやることで逆にこの乗りの素人の乗りのところの好きな人たちだけはうまく集まって確かに盛り上がるかもしれないんだけど、ちょっと幅広さだとかいうところに欠けるようになるんだったらば、やっぱり別にちゃんと13日に開くべきだと思うし、いやちゃんと6日の日の中でもね、その辺さっきからの出ているように分けて、ある程度、こちらはこちらの主体性を持って、それからまた、協調関係を持って、できるっていうなら6日でもいいんじゃないかなと思います。なるほど、はい、どうぞ松本さん。いい、どうぞ。はい、あ、それは結構ね可能だと思うんですよ。で俺さっきその6日の大パレでこんな感じでやったらいいんじゃないかって言ったのも、結構何にも固まってない状態で、いつものノリなんですよね、素人なんの一番悪い癖のこれやったら面白いよみたいな、やろうみたいなね。だから割とその辺はだいぶこっちも融通きくし、こっちってたって別にね団体も会議もないわけだから、なんとでもなると思ってて、でさっき別でやった方がいいかなって俺は思ってたんだけど、脱原発杉並としてやっぱこういうふうになんかタイミングが大事で、ここでみんなが集まれる感じでやりたいっていうふうな感じに流れになっていくんだったら、これ絶対一緒にやった方がいいと思ってるんですよね。でさっきの疎外感のところもすごい大事だと思ってて、で素人のランのノリみたいのにみんなが集まるっていうのは絶対それはね、好きな人と嫌いな人当然いるから、それはやめた方がいいと思ってるので、だから完全にだからうちらも要はゲリラ部隊みたいなもんだと思うんですよ。勝手なことでいつかわけわかんないことでやってるっていう、そういう部分なんで、もう本当全然気にしないでやってもらって構わないと思うんですよ。でそれはもう脱原発杉並で6日に やると、で一応その何、祝賀ポケルにしても何しても万歳パレードでもいいんだけど、デモでもいいんだけど、やるとしたらそれはもうそれをみんなで やれる感じで全力でやってもらえば、うちらはいくらでもやりようがあるんで、そうなるんだったらじゃあうちらは別でやった方が面白いかなとか、いやもうあえてここはもう一緒にやるってところで独自の舞台としてパレード舞台作ろうかと、それはこっちが考えることだと思うんで、だからそこはもう何も気にしないでやってもらえば構わないかなと。気にするなんて言っても気にしちゃうんじゃないですか。どうぞ。あ、すみません、西荻の根村と言います。今お二人の前に発言された方にやや違いんですけど、日にちにこだわるわけではないんですけれども、やっぱり祝賀パレードみたいなものはですね、松本さんならではのなんていうんですか、褒め殺しですか、ブラックユーモアみたいなもので、
それとはちょっとうちの会は趣旨は違うんじゃないかなという感じがします。それでね、夏に向けてそのピークアウトに絶対電力が足りなくなるからって再稼働するに決まってると思うんですよ、私なんか。なのでその原発が止まったことにこうに祝うというのも必要なんですが、やっぱり再稼働反対というスタンスを保ったままの、うちの会の、デモはデモであった方がいいと思います。それで要するにやっぱりそのデモっていうのは周りに対して対するアピールというのもあるので、多分デモに参加する方は意識が高いので、おそらくそういうことはブラックユーモアな褒め殺しだって分かってると思うんですけれども、世間一般の方は意外と知らない人も多くてですね、そんなこと言ったってあんたは原発止めて日本経済がどうなったら低迷したらどうするんだって普通に考えてる人の方が一般的なような気もしますし、要は6日でも13日でも必ずしもこだわるわけではないんですけれども、やはり松本さんその止めたことによる、万歳パーティーとなんだみたいなものがですね、それは松本さん独自の企画なので、それはそれでやってもらって、それにうちが乗るっていうのはちょっとおかしいんじゃないかと思いました。なんかちょっとお願いするんですけど、乗るっていう話に関しては結構今、あんまりそんな話で言うと松本さんも嫌になるよ。はい、どうぞ。善福寺の中村です。なんか友達をこういうデモとかに誘ったりとかして結構思ったんですけど、なんかデモとかこういう活動とかをなんか怖いとかなんか暴力的というかなんかそういうイメージを持ってる人が多いんで、そう、怒ってるとなんか怖いイメージがあるじゃないですか。だから5月6日に全部原発が止まったっていうので喜ぶなんかデモとかをやることで、あ、デモってなんかこういう怖いイメージだけじゃなくて、こういうなんか楽しい感じとか、なんかダメとか嫌だとかそういうのしか言わない感じじゃなくて、こうなんか賛成するとかそういうのもあるんだなみたいな感じで、他のデモとかにも参加できる人が増えたりっていうかきっかけになったりとかすると思うんで、5月6日にやっでもらいたいなというかやりたいなと思います。親子で。親子なんですけど。あちらでいいですか。どうぞ。杉並区の高野と言います。5月6日賛成派なんですけど、世間一般でやっぱり原発聞いてると止まんないっていう意見の方が多いなって感じで、やっぱり一回でもいいから止まったって瞬間をこう印象付けるっていうのは結構、後に続いていくんじゃないかなっていうので、やった方がいいんじゃないかなと思います。じゃあこういきましょうね、どうぞ。はい、まず小林さんとさっき根村さんおっしゃったんですけど、全然素人の欄に乗っかる気持ちとかなくって、もともと2回目のデモどういうふうにやろうっていう時に、1回目のデモかな、とにかく全部が停止した時に卒業、原発卒業デモとか慰労会とかそういう形をやりたいって、ここに中村さん提案で、で賛成派多かったんですよ。もともと私たちの中にそういう考えはありました。素人の欄に乗っかったわけでは全然ありません。それから今娘が言ってましたけれど、やっぱり怒りとか悲しみとかじゃなくて、この瞬間を味わうっていうのは、そのさっき言ったように原発の電気使ってないぞだけじゃなくて、1年間持ちこたえてきた私たち頑張ってきたよねっていう、お互いにエールを送るようなものもできるし、そのいろんなデモ出てきましたけれども、脱原発杉並らしさっていうのを考えた時に、明るかったり、この前お花見もやっちゃったじゃないですか、いいお花見だったでしょ。あれが私たち の脱原発杉並であれば、13日でもいいけれども、悪くはないけれども、6日に枝野さんに習って、そっちが日程変えるんだったらこっちも変えちゃったよって、楽しいでもやろうよっていうのが、私たちの
脱原発杉並のうぞうむぞうかなっていうふうに強く思います。で、準備は終わっ全然進んでませんから、告知もできてませんから、あんまりそこはご心配なさらずいいかなと思います。ツイッターとかは宣伝担当してるんですが、告知いっぱいできてませんので大丈夫だと思います。どうぞ。西荻北の高森です。さっきシフト入れて、13日しか出れないと、6日など出れませんって言って聞いてたものなんですけども、話聞いてるとなんか6日楽しそうじゃないですか。なんか僕はすごい楽しそうなのが好きなんで、僕はその日は参加はできないですけど、なんか、元になるそういう話もあって、今言ってると、お互いこう列を、ちょっとこう絡めつつなんかいろいろできるっていうイメージも膨らんでってるようなんで、僕としては13日しか出れないんですけども、6日がいいんじゃないか、6日で行っていいんじゃないっていうふうに思いました。はい、どうぞ。すいません、15年来の枝野幸男支持者なんで、もう超肩身狭いんですけど僕ちょっといろいろな関係で枝野さんとずっと親しくさせていただいたりとかするんで、今回のことで本当に肩身が狭いんですが、それはそれとしてですね、楽しいデモっていうコンセプトももちろんそうなんですけども、でも現実はそう厳しくないよっていうことも分かってるわけですよね。だからその辺の折り合いをどうつけるか、だからそこを多分その松本君たちはきちっとものすごくその多分練ってくると思うんですよ、パフォーマンスとしては。で、僕ら例えば今言ったようにその楽しいだけでいいのかっていう意見もあったりするわけで、それはそれで一つスルーできない意見だと思うんですよ。実際問題現実は多分そんな甘くないっていうこともみんな分かってるわけ で、その上でそのおめでとうって言うんだっていうそのちょっと工夫が必要なものなんですね。で、それを結局このまとまらなさで果たしてそこのところをうまくまとめられるのかなっていうすごい不安があって、それだったらその日にむしろぶつけるっていうことはそれだけのすごく短期間にものすごいまとめなきゃいけないっていうことですよね。そこがちょっと僕今ちょっと不安だなっていう、やるのはね、もうこれだけやりたいって声があって、その人たちがガーッとものすごい力を出せばやれちゃうとは思うんですよ。そうです、やれちゃうと思うんですけど、ただいろんな意見があるっていうことの中で、やっぱ僕ちょっと、僕の中ではそのすごくおめでとうっていう時におめでとうっていう時にはそのおめでとうにはすごく二重の意味があるっていう。岩根さん、いつもの歯切れの良さないね。いや、そうなんですよ、これ迷ってんですよ。だから歯切れが良くないっていうか、長く喋るのがいいで、そうそう、で何が足りないか、何が足りないか、何が自分はできるか、これだけのリソースが足りないかっていうふうにいつもみたいに言った方が全然前進できると思う。なるほどね。はい、次、はい、どうぞ。大きい希望の山本晴美です。私さっきみんなさんの意見と聞いてて、でなんかメイクがすごい多い感じがして、さっき自分が13日はがいいって言ったんですけど、もう6日でもいいかな。はい、どうぞ。決めなきゃいけないこと他にもあるから、ケツ取っちゃっていいんじゃないですか。ケツ取りますか。いや、でも拍手でも何でもいいけど。なるほどね。そうすると少数意見に心が揺れる。どうぞ。いろんな人いて、いろんな風にこうチェックすればいいと思うんで、僕はこの予定表を見てて、5日はですね、東電前でなんか東電前アクションっていうのがやるんで、
5日から6日ってちょっとその辺がボリューム感があって、あと20日と27がどっか予想がやるわけですよね。そうすると13だけがあれば1週間おきにあるのがポコッと抜けちゃうっていう感じがある。なんか手振ってる意味が、そういう感じがあって、それをちょっと言いたかったんで。それあのデモカレンダーなんですか？そうですね、デモカレンダーになっちゃうよね、特殊だよ、それでその6の後の展開がどうなるか分からなくって、2週間ですよね、2週間何もないみたいな状況になるような気もするし、あと精神が不安定だったりするんですか？そういうことじゃないですけど、で我々が20日27によそがやってるように、よそとぶつかるよねって言ったように、よそも13日杉並でやるってこともしかしたら知って13日やめたってとこもわからないけどね、あるかもしれないっていうふうに思う。まあなるほど。でも、ね、僕はあの13やらないんだったら代わりのこととして、その中野のやつを宣伝をね、大々的に杉並がやってあげればね、そうすればあのなんかこうそのカレンダーが埋まるってことですよね。カレンダーがどういう言い方しなくても、どういうのかな、だから我々はその喜んでるだけじゃなくて、気が抜けてるわけじゃなくてね、どんどん大変な状況だってことを認識してるってことはアピールできるんじゃないですか。13がいい、僕は入れた方がいいって感じはあるけど、体制がそうなってないことは分かってますよ。なるほど。いつを取る前に一言あの愚痴を言います。私はあの宴の時に600人か800人かな、ニュースに次は5月13日デモです、予定を立てといてくださいってチラシに書いたんだよね。で今度5月の7日の日のチラシに場所が集合がここで、ここから出発って書こうと思ってたから、その800人にどうやって訂正しようかなっていうので今頭がいっぱいです。以上。無理かでもいいよ、頑張ろう。はい、じゃあどうぞ。やっぱり力がどれだけ集まって見せられるかってことがもう決定だと思うんです。私が変更したのはさっきあの松本さんがその時に僕は予定があって一緒にやろうがっておっしゃったから変えたんです。だけどいいじゃないかって言って、やっぱりこう優柔こう非常に動いていかれますよね。臨機応変だからやっぱりそうだっておっしゃってるなら、これはもうでかい方がいいわけでっていうことで、私はやっぱり6日のさっきお嬢さんがおっしゃった喜びのデモ大事だなと思います。以上です。5月13日がいいと思う方拍手ください。5月13日ね、今までどおり、はい、5月6日に変更しちゃってもいいんじゃないですか。まあ、やっぱ5月6日にが多いとは思うんですけど、どっちでもいい人、どっちでもいい人、それは聞いてもしょうがないけど、まあ、若干5月6日は多いけども、5月13日の人もやっぱりすごく耳についたな、耳にはね残ったんで、5月13日でこれやっぱり告知の問題とか、カレンダーが埋まらないとかそういう問題が、まあ、いくつかあったけども、やっぱちょっとそこ、これ譲れないぞっていう意見あったらやっぱ言ってほしいんだね。なんか見落としもあるかもしれない。5月13日の方説得力持ってなかなか言えない。どうぞ。楽しいのはとても盛大で賛成なので、13日空いちゃうのがすごく不安なので、中野をすごい、じゃあ盛り上げていきましょうと思います。13日何か脱原発中野って名前なんですか？いや、名前はまだ決まってないんですけど、何かできることってあるんですか？僕らそうですね、本当はまあ中野区民中心にいっぱい集まってほしいんですけど、まあちょっとこの活発な
感じをですね、皆さん杉並区民の力を借りて、本当にあの中野区民以外も大募集してますので来ていただきたいなということですね。で、まあデモをやるのか勉強会やるのか上映会やるのかとかそういう内容全く決まってなくて、まあ、とりあえず原発に反対の人、放射能に不安を持っている人、とりあえず集まってくださいと、中野区民でこう何か、行動を起こしましょうということでやりますので、はい、まあぜひ会議みたいにすればいいんじゃないですか、こういうふうに。で、あの最初は会議やります。はい、13日の6時ですね。ちょっと宣伝になりますけど、あの中野区の南口の、あ、中野駅の南口の、中野区男女共同参画センターっていうところで。結構いいホールですよね。結構いいホールですね。で、愛称とかえ愛称とかあるなんとか中野って、ま、建物の名前、あ、まだ決まってないんです、その建物組織、いやいや、あの建物に大体建物はね、勤労福祉会館、そうそう、勤労福祉会館、同じビルに入ってるんですよ、はいはい、そこで何かできればいいね。そうですね、そこであの45人部屋っていうのを借りてて、でそこをちょっといっぱいにしたいんで、でゆくゆくはあの中野と杉並、まあ他練馬とか世田谷もう共同で同じ日に一気にドーンとやると、もうマスコミが無視できないぐらいのでかいやつね。まあ、それは僕は個人的には絶対行きますんで、お願いします。もし、まあ、6日なんだったら、はい、どうぞ、どうぞ。だからもう、あのもう 6日で決まりなんだから、あの6日にその告知がガーンと打てればいいわけですよね。そうですね。それで多分バッチリとなりますよね。で、まあ、6日、13日、どっちになるにしても、あの皆さん来てください、中野の方。で、13日、中野がゴールなんですよね。前半いなかったんだけど。いや、違う、あ、違う、公園寺から中野ってのは何もかも変わった、変わってた、何もかもいいですね、この杉並の感じ、どうしようもねえ、あ、そうなんだ、こういう感じしたいの、僕中野も。まあ、どっちにしろ、どうぞ、はい、どうぞ。じゃあ今の中野の人に毎週回か後週回で登壇してもらってやりますっていうふうにアピールのアナウンスをしていただくね。まあ、そもそもね、うん、大和町とか住んでたこと長いから関係ねえか。いや、他のやっぱ飲むし。あ、じゃあ司会やってるし。あ、やるよ、本当に。本当に本当にやるよ。うん、もう中野はいい、それで終わりね。はい、13日で、6日でやるんだよね、もう6日にしましょうね。それでもう6日がいいって言いまくった皆さんは本当に本気でやってくださいね。全員スタッフですよ、1週間早まったんだからね。それで、次の準備会5月7日にやって決め、あの予定してたんですけど、それはもちろんキャンセルですよね。で、次は4月25日にします。来週の水曜日、ここで、ここにします。4月25日水曜日にの6時半からここでやりますんで、あの熱烈に5月6日やりたいって言った人は絶対に来てください。よろしくお願いします。それで、あとね、ちょっと班を絶対作っておかなきゃいけない班があると思うんだけど、まず新生班は、後から来た皆さんに言うと、新生班は深野さんがリーダーをやってくださいます。で、お一人だと絶対足りないので、後から来られた方でね、うん、まだまだ募集中なので、深野さんの元に集まってほしいのと、ちょっと待って、それで、あとチラシです。チラシは1個統一したものを作ろうっていう話にこの間なってました。で、編集委員会とかチラシ班みたいのを作って、でも大急ぎで作る必要があります。それでチラシ班はリーダーがなおさんです。で、今日チラシの案を持ってきてくれた人が何人かいるので、入ってください。チラシ班に入って、具体的にもう話を進めてください。樋口さんが持ってきてくれたのと、あともう一方、生駒さんかな、もう帰っちゃったかな、が2つ持ってきてくれているので、もうこれももう即始めないといけないので、奈緒さんリーダーにしてチラシ班に入ってもらっていいですか。はい、やってください。それからで、街頭演説班はロフトでしょ。あとマスコミ班も作る必要があって、もう大急ぎでやんなきゃいけないので、やっぱり花さんと香織さん中心になって、でまだまだ募集中なので、
マスコミ班も立ち上げましょう。即立ち上げます。それからですね、あと私一つ提案したいのは、さっきから何度も言って申し訳ないんですけど、デモアリ班 をやりたいので、まあ、具体的には高円寺の周りも、高円寺じゃなくてもいいんだけど、いろんなところの居酒屋さんとかに行って、デモ割りやりませんかって言って、デモ割りマップを配りたいんですね、解散地点で。それで、みんなに行ってもらって、高円寺の地域、経済を応援してほしいっていうのがあるので、デモ割り班私がリーダーをやるので、ぜひやりたい人入ってください。あとは今どこ入るっていうのがあったら書きますので言ってください。沿道への告知ビラ舞台は今、はい、告知ビラ舞台、はい、はい、それもなんか具体的に本当に、ま、今回もまた沿道に巻くのかとかっていう話もまだしていないんだよね。だからそれはどうしようかっていうのは、またちょっと次回の水曜日に話し合う必要があると思うんですけど、うんね、でもそれとりあえず申請に行ってもらって、その申請が通ってからの話になるから、25日でも間に合うんじゃないかなね、と思います。でも割り富田で、はいはい、由美子さんもですよね、絶対そうですよね、はい、でも割り班デモアリ、はい、マスコミ班、デザイナーや出版関係の方いらっしゃいませんか、チラシの編集部にぜひ。ジェームさんマスコミ班、ジェームさんマスコミ班、何だか分からないけど、ホームページと関連してますので、ホームページは別にしよっか、いや一緒でいいですよ、一緒でいいですか、あチラシじゃあ手伝います。 ありがとう、強い、ぜひぜひ、すごいヨハネ・パウロ、実際ヨハネ・パウロ、はい、そんなとこ、そんなとこですか、はい、カンパ班も、まあ、統一だけ、そうね、カンパ班、はい、野垣さんもデモアリ班、あ、デモアリ、はい、え、野垣さんがデモアリ、まあ、つうことで大荒れでしたけども、6日コースは荻窪ら辺から、高円寺ということで、なんか決まりました、ありがとうございます。他にいらっしゃったら言ってください。他にない、あチラシに樋口、チラシ樋口さん、樋口さん、新生班に誰、山本さん、みんな協力してください、日にち本当取りません、新生班に河合を、はい、ありがとうございます。丸浜さんがマスコミ班に入ってくるそうです、はい、マスコミ行政班ってあれですよね、区議とかの異性メールとか送るってやつですよね、この後で間に合わない、うん、ね、25に決めましょう、じゃあ、ね、あとすみません、一応マスコミルー、はい、流すだけだったらルートあるんで、マスコミはもう手伝うことはできます、ありがとうございます。中子かな、じゃあ閉めて、はい、じゃあ次回4月25日ここで18時半からやるんですけど、もう本当に具体的なデモの、前回やったみたいなブロック割りだの、責任者だの、いろいろ決めないと、そこで全部決めないといけないので、皆さん絶対参加はもちろんなんですけど、周りにちょっと呼びかけてですね、もう時間がないから本当にたくさん来てもらって、仕事を割り振りまくってやらないと絶対やばいので、4月25日はもう1人3人とか4人とか5人とかノルマをですね、もうその辺の人かき集めて来てもらう必要がありますね。ここ本当に前回の2月19日のデモの最後の準備会120人ぐらいだったんですけど、もうそれぐらいの勢いでやらないとちょっと間に合わないと思うので、お誘い合わせの上4月25日はよろしくお願いします。はい、サウンド担当、はい、最後穴水さん、ありがとうございます。5月6日はまたご協力いただけることは可能ですか？5月6日全面的に協力したいと思いますので、はい、ありがとうございます。
前段集会が、まあ、後の集会、それと、まあ、あとサウンド会の機材提供含めてですね、まあ、全部勉強しますんで、まあ、ありがとうございます。初めに行きましょう、はい、お花見も本当にお世話になりました。ありがとうございました。じゃあ4月25日ということでお疲れ様でした。あなたの時間どこか25日この集会の前の11時頃杉並警察署なんとなく椅子を、整列させて帰ってください。よろしくお願いします。それから業務連絡、この後デモアリ班第1回会合をやります。24マスコミ班、ちょっと待って24僕はいないんだ。マスコミ班もこの後第1回の会合をやります。チラシ班はいいですか。チラシ班は2413時30分から入ってるからもうちょっと早めにして10時半とかにしますか。お昼ですね、うん、はい、じゃあ今彼女が頼んじゃいます。ここ決まったんですか。決まった、全部決まっちゃった。大体でしょう。いやいや、細かいの決まったんです。杉並公会堂、あれか、まっすぐ公会堂まっすぐ行ってこの通り上がる、それだけ非常に簡単、よく決まりましたですね。そんなに決まったわけじゃないですね、結構。あ、そうなんですか。難航した。あの、じゃあ中野っていうのは2つのあるんで、そうそうそう、第一案、うん、やっぱり一番やるから一緒にやろうっていう感じで、うちが決めちゃってるし、どんどん乗り込んでくみたいなのね。いや、嬉しかった、中野来てくれた。どうしますか。中野の人もいなかったから、まあ、そうそうそう、中野いないのに勝手に言うのはまずいだろうっていう感じ。これまだ撮ってんの。まだ撮ってんの。あ、でも全然もう。